ジョセフィン・ティ原作、時の娘、第5章、レイビーのバラはフィクションであることが分かったが、少なくともタナーの、イギリス憲法史よりは受け入れやすかった。しかもそれは、歴史小説の中でも比較的立派なもので、いわば、会話のある歴史に過ぎないものだった。 想像上の物語というよりは想像上の伝記であるエブリン・ペイン・レリスが誰であろうと肖像画と家系図を提供し彼と彼のいとこのローラが子供時代によく言っていた真実を書くということを全く試みていないように思えたそこにはお嬢様たちによるという言葉もナテレス族バレット族 という言葉もなかった。それはその光に従った正直な出来事だったその光はタナーよりも光り輝くものだったはるかに輝いていたグラントの信念はある人物のことがわからなければその人物を推定するためにその母親について調べるのが最も良い方法であるというものだっただからマルタが 成人で完璧なトマス・モアのリチャードに関する個人的な記述を提供してくれるまで彼はヨーク公爵夫人セシリー・ネビルを頼りにすることにしたのだ彼は家系図に目をやりエドワードとリチャードというヨーク兄弟が国王として一般人の生活の経験においてユニークであったとしてもイングランド人としてのユニークさは変わらないと考えた彼は 彼らの家計を見て驚嘆した。ネビル、フィッツラン、パーシー、ホランド、モーティマー、クリフォード、オードリー、そしてプランタジネット、エリザベス女王、彼女はそれを自慢にしていたは、ウェールズ人の血筋をイングランド人としてカウントすれば、すべてイングランド人であった。しかし、 征服時代からジョージ将軍時代までの間に王位を飾ったフランススペインデンマークオランダポルトガルとのハーフの君主の中でエドワード4世とリチャード3世はその自国生まれという点で際立っていたのであるまたこの2人は父方だけでなく母方にも王家の血筋があると彼は述べている セシリーネ・ネビルの祖父はエドワード3世の三男でランカスター家の初代であるジョン・オブ・ゴーントだ彼女の夫の2人の祖父はエドワード3世の他の2人の息子であったつまりエドワード3世の5人の息子のうち3人がヨーク家の2人の兄弟の誕生に一役買っていたことになるネビル家であることは 彼らが大土地所有者であることからそれなりの重要性を持っていたのです」とペイン・ゲリス女子は言った「ネビル家の人々はハンサムであることがほとんどであった」「ネビル家は性格も気質も優れているのでネビルであることは性格が良いことであった」「ネビル家の3つの才能を最高の状態で1人の人間に集約することができたのは」 セシリーネビルの幸運であった彼女は北部が白バラか赤バラかの選択を迫られるずっと以前に北部の唯一のバラであったのだヨーク公リチャード・プランタジネットとの結婚は恋愛結婚であったというのがペイン・レリス女子の主張であるグラントはこの結婚の結末を知るまでは軽蔑に近い懐疑的な目でこの説を受け止めていた 15世紀には毎年家族が増えるということは多産であることの証拠にはならないそしてセシリーネ・ネビルが素敵な夫との間に設けた多くの家族は夫婦生活よりも愛に近いものを予感させるものであったしかし妻の役割はおとなしく家にいて家の中の管理をすることだった時代に セシリーネ・ネビルが夫の付き添いで絶えず旅をしていたことはその付き合いを異常なほど楽しんでいたことを示唆するに十分なものだったこうした旅行がいかに頻繁であったかは彼女の子供たちの出生地が物語っている最初の案はノーサンプトンシャーの実家フォザリングヘイで生まれたヘンリー赤ん坊の時に死亡はハットフィールドでエドワード 赤ん坊の時に死亡はルーアンで生まれた。エドワードは、公爵が現役だったルーアンで、エドマンドとエリザベスもルーアンで生まれた。マーガレットはフォザリング兵で、ジョンは若くして亡くなり、ウェールズのニースで、ジョージはダブリンにいた。そのことが、アイルランド人のような無口なジョージの変人ぶりを表しているのだろうか、とグラントは考えた。 リリチャードはフォザリングにいた。セシリーネ・ネビルはノーサンプトンシャーの自宅で主人が都合がいい時に自分を訪ねてくるのを待っていたわけではない彼女は彼の住む世界に同行したのだテイン・レリス女子の説は有力であるどう考えてもこの結婚が成功したのは明らかだそのためかエドワードは毎日 ペストン家の下宿にいる小さな兄弟を訪ね、家族の絆を深めていた。ヨーク家は苦難を前にしても、団結していたのである。それが思いがけず証明されたのは、親指でページをめくりながら、一通の手紙を手に取った時だった。それは、エドワードとエドマンドという二人の兄が、父親に宛てた手紙だった。 ラドロー城で教育を受けていた少年たちは復活祭の週の土曜日、帰につく配達人を利用して、家庭教師とその不愉快な性格を大声で訴え、自分たちの虐げられた内容を全て告発したその配達人、ウィリアム・スマイスの話を聞いてほしいと父に懇願していた。この SOS を説明し、 最後は敬意のこもった言葉で締めくくられたのだが彼らが言うには服を送ってくれたのはいいがブレビアリーを忘れてしまったということでその格式は少々損なわれてしまったようだ。ペイン・レリス女子がこの手紙の参考文献コットンの原稿の一つらしいを教えてくれたので彼はもっとゆっくりもっと探そうとした。 事実上の証拠を探すのは警察官の得意とするところだしかしある家庭の風景を目にした時彼はしばらくの間心を奪われた公爵夫人はロンドンの12月の朝の薄く強い日差しの中に出て行き階段に立って夫兄息子の3人が去っていくのを見送った ディルクとその生い立ちは馬を中庭に運び石畳から鳩や騒ぐスズメを散らした彼女はいつものように落ち着いてじっくりと馬に乗る夫を見て彼が見せる感情の全てが遠征に出かけるのではなく新しいお羊を見にフォザリング兵へ乗り込むのではないかと思った彼女の兄のソールズベリーはネビルと同様に気性が荒く この状況を少しばかり意識して生きているようだった彼女は二人を見て心の中で微笑んだしかし彼女の心を捉えたのはエドマンドだったエドマンドは17歳でとても華奢で未熟でとても弱々しかったこの初めての遠征に胸を躍らせ興奮していた彼女は夫に「エドマンドをよろしく」 と言いたかったがそれはできなかった夫は理解できないだろうしエドマンドももし疑われたら激怒することだろうたった一歳年上のエドワードが今この瞬間にもウェールズの国境で自分の軍隊を指揮しているとしたらエドマンドは戦争を目の当たりにするには十分すぎる年齢だったのだ彼女は 自分の後を追って出てきた三人の幼い子供たちをちらりと見た。マーガレットとジョージ、二人のしっかりした色白の子、そして彼らの後ろに、いつものように一歩後ろに控えていたのが赤ん坊のリチャードだった。彼の黒い眉と茶色の髪は、まるで他人のように見えた。お人よしで片付けが苦手なマーガレットは、14歳の潤んだ瞳で見ていた。 ジョージは彼がたった11歳でこの武骨な瞬間には何の意味もないと情熱的な戦維と荒々しい反抗心で見ていた細身のリチャードは全く興奮を見せなかったが彼の母親は彼が優しく叩く太鼓のように震えていると思った3頭の馬はひめが滑りバグがジャラジャラと音を立てて中庭から移動し 道路で待っている使用人に合流した。そしてセシリーは、これまで多くの男たち、そして多くの家族を見送り、慣れない重圧を胸に抱いて家へと入っていった。この中で帰ってこないのは誰なんだろう。彼女の想像は、彼らの誰ももう戻ってこないという、事実ほど恐ろしいものを思い浮かべることはなかった。それは、 ももう誰とと会えなくなくることだった年内には髪の王冠をかぶせられた夫の首がヨークのミックルゲート酒場の上にそして弟と息子の首が他の2つの門にそれぞれ釘で打ち付けられるということだまあこれはフィクションかもしれないがリチャードを垣い見ることができたのは事実だ金髪の家族の中の黒髪の人物 来客のように見える人物チェンジリング彼はセシリー・ネビルをひとまず諦め彼女の息子リチャードを探すために本を読みあさったしかしペイン・エリス女子はリチャードにあまり興味がないようだった彼は一族の末席に過ぎないのだもう一方の末席に控える立派な若者の方が彼女の好みだった エドワードは主役だった。ネビルのいとこで、ソールズベリーの息子ウォーリックと共に、トートンの戦いに勝利し、ランカスター家のどう猛さがまだ記憶に新しく、父の首がミックルゲート酒場に釘付けにされている中、彼の特徴である寛容さを証明したのである。タウトンでは、求める者には誰でも分け前を与えることができた。 彼はウェストミンスター寺院でイングランド王に退官しユトレヒトから帰国した2人の少年はそれぞれクラレンス皇とグロスター皇となったそして父と弟のエドマンドをホザリングヘイの教会に盛大に葬ったただし7月5日の明るい栄光の中をヨークシャーからノーサンプトンシャーまでその悲しい行列を護送したのは13歳のリチャードであった ドドワードが国王になっててししばらくしてから、くかペイン・レリス女子はリチャードを物語に登場させることを認めた彼はその頃、ヨークシャーのミドルハムでネビルのいいととこたた。ちと一緒に教育を受けていたリチャードはウェンズリーデールの明るい日差しと飛び交う風から砦の陰に入っていった時それはその場所に奇妙な雰囲気があったように思えたのだ。 兵,兵たちは門番小屋で大声で興奮気味に話していたが彼の存在に面食らったようだったその突然の沈黙から彼はこの時間帯ににぎやかなはずの静かな中庭に乗り込んでいった間もなく夕食の時間であり習慣と空腹からミドルハムの住民は皆様々な仕事から帰宅し夕食のために彼を鷹狩りから連れ戻していたのである この静けさ、この寂しさは異常であった。彼は馬を厩舎まで歩かせたが、馬を渡す人は誰もいなかった。彼はバグを外しながら、隣の馬小屋に乗り慣れた米酒の馬に気がついた。ミドルハムのものではない馬で、とても疲れていて、食事も取らず、頭は膝の間に落ち込んだように垂れていた。リチャードは自分の馬を拭いて、 干草と新鮮な水を持ってくるとその場を離れたその疲れた馬と奇妙な静寂を疑問に思った彼は玄関で立ち止まると大広間の遠くで声が聞こえたそして彼は2階の自分の部屋に行く前にそこに行って調べるかどうか悩んだ彼が躊躇していると上の階からズズズと声がした 彼が見上げると、いとこのアンが手すりの上から顔を覗かせ、彼女の二本の長いきれいな髪飾りが、ベルロープのように垂れ下がっているのが見えた。リチャード、聞きましたか彼女は半分囁くように言った。何かあったのかどうしたのかと彼は尋ねた。彼が彼女に近づくと、 彼女は彼の手を掴んで、屋上にある校舎の方に引きずり込んだ。それで、どうしたんだと彼は尋ねた。何があったんだここで言えないほどひどいことなのか。彼女は彼を教室に連れ込み、ドアを閉めた。エドワードよ。エドワード。病気なのか。違うわ。スキャンダルよ。 ああ。リチャードはほっとした。スキャンダルとエドワードは、決してかけ離れた関係ではなかったのだ。どうしたんだ。新しい愛人ができたのか。それよりもずっとひどいことよ。ああ。もっともっとひどいことよ。彼は結婚したの。結婚した。リチャードは、落ち着いているように聞こえるほど。 信じられない様子で言ったそんなはずはない。でも、そうなんです。そのニュースは1時間前にロンドンから来たのよ。彼が結婚しているはずはない。とリチャードは言い張った。国王にとって、結婚とは時間がかかるものだ。契約、協定の問題、国会の問題でもある。 どうして彼が結婚していると思ったんだ。思っていませんよ。アンは、この冷静な受け止め方に、堪忍袋の尾が切れたように言った。家族全員が、大広間でその件で激怒しています。アン、ドアの前で聞いていたのか。あら、そんなに怒らないで。とにかく、あまり必死に聞く必要はなかったんです。 向ここうから聞こえてきたんです。レディー・グレイと結婚しましたレディー・グレイって誰グロービー家のレディー・グレイかそうですでも無理だよ彼女は2人の子供がいてかなり年をとっているだろう。彼女はエドワードより5歳年上でとても美しいそう小耳に挟みました いつからそうなったんだ。5ヶ月前に結婚したんですよ。彼らはノーサンプトンシャーで密かに結婚したようです。でも、フランス国王の妹と結婚するんじゃなかった。そう。とアンは意味ありげな口調で言った。私の父もそう思っていたのよ。ああ、そうだ。彼にとってはとても厄介なことになるね。 せっかく交渉したのに。ロンドンからの使者によると、彼は発作を起こしているそうです。馬鹿にされただけではありませんよ。彼女には協力者がいるようで、その一人一人を憎んでいます。エドワードは取り憑かれているに違いない。リチャードの英雄崇拝の目には、エドワードのやることはいつも正しく映っていた。この愚行、否定しがたい。 許し難い愚行は憑依からしか生まれないのだ。母が悲しむだろう。と彼は言った。父とエドマンドが殺され、ランカスター軍がロンドンの城門に迫った時の母の勇気を思い浮かべたのだ。母は泣いたり、悲観のベールに包まれたりはしなかった。ジョージと一緒にゆとれ人に行くように、まるで学校に行くように手配したのだ。 もう二度と会えないかもしれないのに彼女は海峡を渡る冬の航海のために冷静かつ鋭い目で実用的な防寒着の準備に余念がなかったそれがこのような最悪の事態を招いてしまったこの破壊的な愚かさ破滅的な愚かさそうですねアンは穏やかに言ったかわいそうなセシリーおばさん みんなをこんなに傷つけるなんて、エドワードはとんでもないモンスターよ。でも、エドワードはまだ無病の人だった。エドワードが悪いことをしたら、それは彼が病気だったか、取り憑かれていたか、魔法にかけられたか、そんな理由だったのだ。エドワードはまだリチャードに忠誠を誓っていた。その後、その忠誠心は、 認められ受け入れられるという大人の忠誠心決して心満たされるものではなかったのだそしてセシリー・ネビルの苦難と半ば喜び半ば恥じいる息子エドワードと完全に怒り狂った甥のウォーリックとの関係に何らかの調和をもたらそうとする彼女の努力について語られたまた有名な金髪 の絶世の美女について長い記述がありより慈悲深い美女が果たせなかったことを成功させレディング寺院で即位したことについても書かれている無言で抗議するウォーリックに導かれ妹エリザベスがイングランド女王と認められたのを見に来た大勢のウッドビル家の人々に注目せずにいられなかった次にリチャードがこの物語に登場するのは リンから一銭も持たずにたまたま港に停泊していたオランダ船で出港した時だった彼と一緒にいたのは弟のエドワードエドワードの友人ヘースティングス卿そして数人の従者たちだった誰一人自分が身につけるもの以外は何も持たず話し合いの末 船長はエドワードの毛皮を貼ったケープを運賃として受け取ることに同意した。ウォーリックはついに、ウッドビル一族は自分の手に余ると判断したのだ。彼はいとこのエドワードをイングランド王位に就かせることに貢献したが、彼を失脚させることは簡単なことだった。そのためには、ネビル家の一族全員の協力が必要だった。そして、信じられないことに、 無口なジョージの積極的な協力もあったジジョージはモンタギューネビルボーシャン家の土地の半分を相続するためにはウォーリックのもう一人の娘イザベルと結婚する方が兄エドワードに忠実であるよりも良いと判断したのだ11日後にはウォーリックが奇襲を受けたイングランドの支配者となりエドワードとリチャードは 10月にアルクマールとハーグの間を泥沼をはうように移動していたそれ以来リチャードは常に物語の舞台裏に登場するようになったブリュージュでの退屈な冬を過ごしたブルゴーニのマーガレットの元に滞在したのは自分自身とジョージと一緒にベーナード城の階段に立って彼らの父が走り去っていくのを見送ったあの優しい潤んだ目のマーガレットが 今やまさにブルゴーニュの新しい公爵夫人になっていたからであるマーガレット優しいマーガレットは多くの人々が将来ジョージの理解し難い行為に悲しみ失望しより立派な2人の兄のために資金を集めながら布教活動に励んだマーガレットのお金で雇った船の整備はまだ18歳にもならないリチャードが行っていたことを ペイン・レリス女子は立派なエドワードにさえ隠すことができなかったのだ。そしてエドワードがわずかな従者を引き連れて再びイギリスの草原に陣取り軍隊を従えたジョージと対峙することになったときリチャードがジョージの陣営に向かいマーガレットで弱気になったジョージを説得して再び同盟させロンドンへの道を切り開いたのである。しかしグラントには このことが大きな功績とは思えなかったジョージは明らかに何にでも言いくるめることができた彼は生まれながらの宣教師であったはい佐藤ささらです「女性品 P 原作時の娘第5章」の朗読は終了です最後までご視聴いただきありがとうございますこの動画は いかがだったでしょうかご要望などございましたらコメント欄にお願いします。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いします。それでは次の動画で再びお会いしましょう。